どうもマグニーでーす。皆さんお元気でいらっしゃいますでしょうか。今日はですね、私がかねてから利用しております Google フォト、そして以前ご紹介しましたプールというアプリ、それぞれ両方とも写真を無制限に保存できるというサービスなんですけれども、それぞれやっぱりね、無制限に保存できるという、ことの代償にですね、画質が下がるわけでございます。で、今回はですね、その Google フォトで保存した写真、そしてプールで保存した写真を比較検証していきたいと思います。はい、こちらご覧ください。私の今写真アプリですね、写真アプリの方にやってきてるんですが、この、こいつがあそこに入ってた時の写真とこの、ホーム画面のスクリーンショットですね、ちょっとホーム画面のレイアウト変わってますけど、そちらはまあ置いといてですね、この2つで検証していきたいと思います。で、それではですね、まずそれぞれの、元々の写真のサイズを見ていきましょう。このマグロの写真なんですけれどもね、4032×3024 の 2.3 メガバイトです。スクリーンショットに関しては1242×2208 の 1.0 メガバイト。もうすでにそれぞれ、バックアップ済んでおりますので、はい、こちら Google フォトにやってまいりました。すでにね、このように保管されております、この2枚。それではですね、それぞれの各々の写真を保存していきます。画像を保存。ダウンロードしますね。保存しました。じゃあこちらも保存しますよ。保存。はい、保存しました。それではですね、また、写真のサイズを見に行くアプリに戻りたいと思います。はい、写真情報ビューアの方にまたやってまいりました。おーっとっとっと、ちょっと待って、サイズが全く同じだぞ。そう、4032×3024 の 2.あ、ちょっとちっちゃくなってるぞ。2.3 メガでしたね、先ほど。Google フォトからダウンロードしたものはちょっとサイズがちっちゃくなってます。なるほど。そしてもう一つの方はどうなんだろう。こちらもかなりサイズダウンしてますね。1242×2208 で、1.0 メガバイトだったのが384キロバイトになっております。かなり半分以下のサイズに縮小されておりますね。こちらの写真に関してはそこまで縮小されてないんですが、こっちはかなり縮小されております。 iPhone で見る分には全く見分けがつきませんので、後ほどね、パソコンの方でね、比べていきたいと思っております。それではね、プールに行ってみたいと思います。はい、こちらプールでございます。はい、この2枚ですね。それではですね、双方ともにちょっと保存していきたいと思います。まずこちらカメラロールに保存。ダウンロードかなり早いカメラロールで保存。お、早い。それではね、写真情報ビューアで、またサイズの方を確認していきましょう。はい、やってまいりました。カメラロール。おー、サイズ的に、画角的には一緒ですね。見ていきますと、あ、ちょっと待てよ。こちらに関しては劣化がほとんどないですね。はい、こちらに関しても、先ほど Google フォトのものよりも、サイズはちょっと大きくなっておりますね。プールの方がもしかしたら今のところ画質はいい可能性がございます。でもこれだけでは一概に判断できませんので、こちらの写真もまた PC の方に送って、PC の方でまた、サイズを見ていきたいと思います。はい、それではですね、 PC の方をご覧いただきたいんですけれども、こちらのダウンロードフォルダを開きますと、ご覧いただくいますとですね、Google フォトのもの、プールのもの、元のものってあるんですけれども、完全にですね、この位置っていうのがね、こちらの方ですか、マグタロの方ですね、こちらの方ですね。なので、こちらだけで見ていくと、元のやつは 2.4 メガバイトで、プールのやつが 2.4 メガバイトで、そのままですね、同じですね。で、Google フォトの場合は、2.1 メガバイトと、ちょっとちっちゃくなっておりますね。後でね、拡大して見ていきたいと思いますので、少々お待ちくださいね。で、スクリーンショットの方は、元は 1.1 メガバイトなのに対し、プールに関しては、半分以下、403キロバイト。こっちで見るとね、iPhone で見るとやっぱりサイズが違いますね。で、Google フォトの方が394と、さらにちっちゃくなっております。現段階ではやはりね、プールの方がサイズが大きいので、もしかしたら画質はいい可能性が出てまいりましたね。はい、表示しました。これサムネイル形式で出てますね。まずは、そうですね、このこっちからいきますか。こっちで拡大があるので、これでね、どんどん拡大していきたいと思います。まあ、この辺がギリギリかな。これ元の写真ね。まあ、ここがギリギリ見れるってラインですね。ここが。続きまして、このプール。ズームしていきますよ。ティン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 。同じか?ここギリギリかな。こっち確認してみましょう。うん、ほとんど同じだな。で、最後、Google フォト。見ていきます。ほぼ変わらんねー。
もっとこうギリギリまでいかないとわかんないのかな。ねえ、ここまでいかないとわかんないかもしれない。はい、とりあえずね、こちらの3つを比べていきたいと思います。まずは、こいつ。元のやつですね。で、次が、プールのやつ。ほとんど変わってなくないですか？で、Google フォト。あ、ちょっとなんかこう、地味に Google フォトの方が薄くなってるような気がする。わかります？この感じ。こことここはそう、なんていうんですか、ちょっとずれちゃってるんで、あれなんですけども、大差ないような気がするんですけど、Google フォトだけなんかほら、ほわっと変わりますよね、ほわっと。多少こう、あれなのかもしんない。もしかしたらちっちゃくなってる可能性ある。でもこれぐらいズームしないとわからないぐらいの差です。ね。こんな感じですよ。はい、ではですね、もうちょっとわかりやすいと思います、こっち。こっちでやっていきましょう。最大ズームしますね。いきます。まずは、元の写真。次は、プール。うわー、見てください。ほら。この辺。てか全然違いますね。ほら。かなり荒くなってます。それでは最後、Google フォト。Google フォトとプールにほとんど差はございませんね。データサイズ的にもほとんど差はございませんでした。スクリーンショットに関しては、そこまで差はないけど、こっち、ね。普通の写真に関しては、やはり、プールの方が良かった。たというような結果です。ね。元の写真とあまり変わっておりませんね。ご覧いただきましたように、元の写真とプールでバックアップした写真、Google フォトでバックアップした写真をそれぞれ比べてみました。普通の写真と、ね。この、こっちのカメラで撮った普通の写真と、スクリーンショットですね。を比べてみたんですけれども、結果からするとですね、普通の写真に関しては、プールはほとんど劣化はなかった。ご覧いただいたようにですね、ほとんど劣化はなかったのに対し、Google フォトが、なんとなくなんかちょっと荒くなってないかっていう感じでしたね。もうちょっと引き目で見ると分かりやすかった可能性もございますけど、そこはちょっと今回割愛ということで。で、スクリーンショットに関してはもう明確でございましたね。元の写真と比べると、かなりちっちゃくなっております。画角は一緒なんですよ。画角は一緒なんだけれども、荒い。で、スクリーンショットに関しては、プールも、Google フォトもほとんど変わらなかった。劣化度合いに関しては。はい。っていう感じでございましたね。私の検証の方法が、まずい可能性もございますので、もしご覧の中でですね、もうちょっとこういう比較した方が完璧にわかるよっていう方法、ご存知の方いらっしゃいましたらですね、コメント欄もしくは、LINE やと Twitter などにいただけるとですね、また試してみたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。まあ、結果からすると、Google フォトの方がやはり少し劣っているなという印象ですね。プールの方が、保存度合いは良かったのではないかということです。総合評価では。はい。スクリーンショットは同じ程度だし、普通の写真はプールの方が上だった。っていうことで、やはりプールの方が、劣化は少ないのではないかという検証結果でございます。はい。私が今、このように検証した結果を信用してくださるのであればですね、写真だけね、Google フォトの方は動画もね、無制限で保存できます。当然、ちっちゃくはなるけど、動画も保存できるんですよ、無料でね。プールの方は動画を保存しようと思うと、なんかシェアとかたくさんいろんなことしないといけないんでね。プールに関しての動画、レビュー、下にございますので、ご覧いただければいいのと、で、Google フォトに関する再生リストも用意しておりますので、気になる方はそちらをご覧いただければと思います。はい、今日はこんな感じで検証させていただきました。プールの方が写真だけならいいよという結果です。マグニーチャンネルをご覧いただきありがとうございます。少しでも気に入っていただけたのならですね、下のチャンネル登録ボタン、赤いチャンネル登録ボタンからですね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そして、今後ともマグニーチャンネルの活動の中でいろんなことをしていきたいと思っておる次第でございます。よろしければですね、下のコメントもしくは下の LINE アットのからですね、LINE アット登録していただいて、リクエスト等ありましたら、ぜひ、一言お寄せください。というわけで今後も頑張っていきたいと思っております。本日もご覧いただきまして、ありがとうございました。それではまた、次の動画でお会いしましょう。